平野紫仕様、インスタ400万人突破。ジャニーズ退場後、広告との課題。ティアラの起こり、商品 CM への影響も。今年5月、ジャニーズ事務所を退場し、7月からインスタグラムを開始した平野紫仕様。そのインスタグラムのフォロワー数が、9月11日時点で401万人を突破しました。 平野の新規投稿が現れると、瞬く間に2番人以上のコメントが寄せられることも珍しくありません。その中には、抽象的なコメントも含まれますが、彼が依然として注目されていることを示す証拠と言えるでしょう。しかも、平野仕用のファン層には、企業や広告代理店に影響力のある Z 世代の若者が多いという特徴があります。 これは平野の強みとも言えます。しかし、最近、彼のファン層にある異変が起きていると広告代理店関係者が報告しています。ジャニーズ事務所の性加害に関する会見後、キングプリンス、通称、キンプリのファンであるティアラと呼ばれるグループの怒りと不満が爆発的に高まっているとのことです。 ティアラは、平野の仕様、キシユータ、ジングジーの脱退とジャニーズ事務所からの退場発表後、キンプリを支持し続けてきました。彼らは昨年11月にリリースされた楽曲、月読み、彩りがユニット初の100万枚を超える売り上げを記録し、ファーストシングル、シンデレラガールも発売から5年をかけてミリオンヒットとなった成功の背後に立っていました。 ティアラは、ジャニーズ事務所の前社長である藤島ジュリー恵子氏と、いのこと井ノ原義彦氏による2023年9月7日の会見後に、さらなる怒りを表明しました。彼らは、藤島前社長や、いのっちが、金プリの5人に誠実に対応していれば、分裂も退場もなかった。藤島前社長は、もっと早く辞めるべきだった、と、藤島氏を、先判。 と呼び、演奏の声を広めました。さらに、平野仕用と関連する商品ブランドにも問題が浮上しています。これまで、P&G 社のパブリーズ CM には平野仕用が起用されてきました。平野がジャニーズを辞めた後も、CM は継続して放送され、外資系企業がジャニーズ事務所に忖度しない姿勢を称賛する声が寄せられました。 しかし、2023年8月25日になり、CM の出演者がにわ男子の道へ俊優に交代しました。しかも、この CM の変更は、元検事総長らによる性加害の再発防止特別チームが、ジャニーズ事務所の性加害を認めた会見の4日前に行われました。平野潮から現在のキンプリメンバーである長瀬角と高橋山に変わるなら、 ティアラも理解できたかもしれません。しかし、道江主流は藤島前社長のお気に入りであり、これがティアラの怒りをさらにかきたてる結果となりました。一方で、P&G 社のアリエール CM には、菊池風魔と生田ーマが出演しており、そのコミカルな演技は評判が良いと言われています。 二人が唯一無二の商品の顔として活躍し、商品の知名度向上に貢献しているとされています。これは、ジャニーズ所属タレントを一斉に切る必要はないことを示していますが、同じく別の商品の顔だった平野仕様にも同じことが言えるでしょう。平野仕様のインスタグラムのフォロワー数が400万人を突破したことは、 彼の人気が今も衰えていないことを示しています。特に Z 世代の若者からの支持が多いことは、広告代理店にとって魅力的な要素と言えるでしょう。しかし、彼のファン層の一部である、ティアラは、ジャニーズ事務所の性加害問題に対する不満や怒りを表明し、これが平野仕様と関連する商品ブランドにも影響を及ぼしています。 特に P&G 社のパブリーズ CM の変更はティアラの不満を一層高めました。一方で P&G 社のアリエール CM に出演する菊池風魔と生田ーマは商品の顔として成功を収めており、ジャニーズ所属タレントを一斉に切る必要はないことを示しています。平野仕様にとっては 彼の今後のキャリアとファン層との関係を慎重に考える必要があります。彼の成功を支えてきたファンとの信頼関係を築くことが今後の道を切り開く鍵となるでしょう。